ではやっていきましょう。ミラスクール朝活。いや、一応ミュートです。ありがとうございます。アントン中澤です。よろしくお願いします。いいっす。今日はちょっとパーソナルみたいな感じでやっていきたいと思いますが、よく代謝を上げたりするときって筋肉をつけようって言うじゃないですか。筋肉つけると代謝って何パーセントぐらい上がると思います？ 20%。 うお、いい位置だねなかなか鋭いそもそも基礎代謝ってのがあるじゃん、はい、何もしなくてもあのエネルギーを使う、うん、あれの中 その骨格筋で筋肉が占める割合ってのが 20%。 おだから筋肉をいくら頑張ってつけても基礎代謝の 20% しか補えないから、うん、じゃああと何があるのかっていう、何があると思います？なんだ、何もしなくてもエネルギーを出してるんだ。ヒント、ヒント、今使ってます。めっちゃ今何も使ってません。頭使ってるじゃないですか脳なんですよね。脳が 20% で、肝臓、肝臓はあのエネルギーを作るんで常に動いてる。あと解毒したりとか、うんうんうん、あの代謝を、栄養素が入ってきてそれで栄養に変えていくようなサイクルを作って常に動いてないと、なんで肝臓がやられちゃうと人間ダメ、だいぶ、だからアルコールを控えてくださいとか言うんだよね、肝臓変だったりとか。そうそうそう、でそれで大体6、7割ぐらい占めちゃうから基礎代謝の、うん、だから頭、脳とその筋肉と内臓を使ってるんだよっていうのをイメージするだけでも体って燃えやすい体になるん でそのためには姿勢を意識したりとか、正しい位置に体の内臓がないと正しく動かないわけだから、頭もそうだよね、脳の位置だったりとか、そういうのをちょっとイメージしつつ今日はトレーニングをやっていけたらと思いますのでお願いします。はい、じゃあここから音声ミュートでお願いします。では行きましょう。音楽から行きましょう。肩を前に、右足を前に出してもらって、で、このまま上に上げて、そう、息を吐きながら、吐きながら倒していく。そう。これは5回行きます。3。はい、ラスト。はい、OK。じゃあ、どんどんこのまま手を開いて、ぐるっと指先を見て、胸を開く。はい、1。はい、戻して。2。3。4。ラスト、5。OK、じゃあ反対行こう。で、山田の癖が、こう持ってって、この耳の位置よりも、肩が後ろに行かないから、後ろに行ってから体を反らす。そう、そこから反らす。そう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 。指先見て。OK、OK。そうすると背中めちゃくちゃ使うから。動かして、はい、戻す。万歳して、ぐーっと後ろに反らして、息を吐きながら、そう、右。はい、ぐーっと下げて、3。4。ラスト。OK。今度は左側に開く。1、2、
3、1、あと、はい、OK。 でそのまま両手をついて、こっちの両手ついて、後ろにお尻をぐーっと引いて、指先見て、背中伸ばして、でそのまま目線下げないで指先見て、そう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 、で右側に半歩ずつ、1、1、1、1、出して、お尻引いて、いけるとこまで行ったらお尻引いて、で左の背中伸ばします。はい、反対行こう、1、1、1、1、ぐーっと手ついて、はい、戻します。1、1、1、1、はい、OK です。で、次は腕の姿勢になって、足を前に一歩、手の横に持てる、で、戻す、左、そう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 、はい、交互に、1、2、3、4、5、6、7、ラスト、はい、OK。 じゃあ最後ちょっと全体伸ばしましょう。両手ついて前に進んでいきます。1、1、で、行けるところまで行ったら、そうそうそう、手で戻って。で、今度はもう一回進んで、足を前に持ってきて、足を前、1、1、そう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 。はい、OK。こんな感じで、ウォーミングアップは以上になるんで、今日はちょっと上半身と、ケツ周りを少しやっていきましょう。下半身ですね。で、最初は、まあ簡単に腕立て2種類と背中の種目。ちょっと山田背中が硬いから、そこをちょっとイメージしながらやっていきましょう。よし。では。ファーストステップは腕立てですね。手を前にして、で、普通のこの状態、ではなくて、三角形に最初しましょうか、この状態。で、ついて、足を伸ばす。で、ここに対して胸をつけていって、で、OK かる。そう、1、10回。2、3、いいね。4、5、6、7、8、9、はい、OK。 はい、ナイス。今度は今の部分、肩幅ぐらいから3つ分ぐらいで、指先外に向ける、ワイドにして、同じように胸を近づけで、 OK。 そう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、 OK、 いいね、さすが。レベルを上げたい場合はこういうなんかボールみたいなのに、何でもいいよ、サッカーボールとか。こっちの手を置いて、こっちの手を力入れない。ちょっとスタンスワイドにして、このまま、右だけでやる。普通にこれやるよりは、こっちで支えられるから、これがバージョンオフバーグね。OK、次背中行こう。
一回膝立ちにして、お尻をかかとに向けてちょっとでっちりのような感じで、そう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 、 OK。 で、体はこの時に目線を下にしないようにちょっと上げて、うん、で、その時腰をすごい反ってるから、そう、ここはまっすぐした状態で胸だけを上げるイメージ、そうそう、で、もうちょい上体、上半身倒していいよ、少し、そうそうそう、オッケーオッケー、そこで、万歳して、で、肘をグッと下げる下に、グッと、そう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 、はい、万歳、はい、下げる、ふーっと下げて、2、万歳、3、引いて、はい、万歳、4、5、はい、万歳、下げて、5、そう、万歳、手の力抜いて、ぐっと背中意識して、そう、万歳、はい、7、はい、万歳、はい、引いて、8、はい、万歳、はい、引いて、9、はい、万歳、はい、引く、10、はい、もうちょい、1、はい、引いて、2、はい、引いて、3、はい、引いて、4、ラスト、グッと引いて、はい、OK! どこに来る？あー、OK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 。この辺ね。で、スクワットが多いと手を前で使うことは多いけど、後ろでこう引っ張るっていう動作をしないから、みんなこう姿勢よくしようとして、こうさっきの山田みたいに腰を反っちゃうんだよね。こうすると続かないから、さっきみたいにこれ座りながらでもいいよ、椅子に座って、椅子にこう座って腰掛けてちょっと前傾になってこうやって、それだけでも OK。 そうすると体を支えなくていいから結構楽、そう、背中だけ意識できるから。オッケーオッケー。で、次は、この状態。親指、こっち。そう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 。で、さっきと同じ姿勢作ろう。膝を立てにして、体を前傾。ケツ下げて、前に向いて、目線45度ぐらい。で、このまま背中を寄せる。そう、真後ろに手を下げる。で、戻す。そう、2。そうそうそう、腰反らないようにお腹にちょっと近、そうそうそう、3、 OK、 戻す、4、後ろに、そう、はい、5、ここは肩の上には近づけないようにね、こうならない、ここダウンしてこのまま背中で寄せる、そう、6、はい、戻す、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、あと5回、1、2、3、4、ラスト5、 OK。 地味な動きだったけど、結構ね、背中は大事だから、そこ動かしてあげると姿勢も変わってくるし、体が結構胸が開くから呼吸が楽になって、気分的にも楽になるから、ちょっとやってみてください。 OK。 で、次は下半身行こう。まずはランジ、両手を前にして、少し肩幅ぐらいに開きます。で、このまま右足をいわゆる前に出すんですね。で、この時にこの出した足に体重をかけてほしいので、つま先に乗せない、まずポイントは。このついたときに、つま先でつかない。外くらぶしのちょっと前ぐらいでつく意識を持って、上体を膝の上まで体を軽く倒す。そうすると、8割方こっちに乗る。で、今、山田足見ると、膝がこう内側に入っちゃってるんだよね。こんな感じ。ってことは、親指に体重がかかってるから、外側意識、
そう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 。でも、で、蹴るときは親指で蹴る。そう、左。出したときに、こういうねじれになるから、外側で支える。そう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 、オッケー。で、左で蹴る。で、もう一度右。で、蹴って戻る。左。蹴って、そう。右。そう。左。そう、右。で、しっかり蹴って戻る。上で蹴って、そう。左。はい、戻って。はい、もう一丁。で、ぐっと戻る。はい。そう、戻って。グッド。はい。もう一丁。ラストです。一。はい、ラスト。二。はい、オッケー。これが正しくやると、前の足に乗せる。こっちに残っちゃうと、あんまり意味がないから、こっちにしっかり乗せて、蹴るっていうのが大事です。そう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 。そうそうそう。これは股関節使うパターンですね。今度お尻ともうちょっとやります。足をかなりワイドにしてもらって、つま先は45度ぐらい外に向ける。手を前に組んで、右側に体重をかける。ぐーっと。1。はい。戻る。また右。2。そう。戻る。3。はい。戻って。4。戻って。傷を使って。そう。これも一緒。外側に体重をかけてね。そう。5。はい。ダウン。はい。6。はい、ラスト。はい、戻って、ナイス。はい、今度左行こう。左側。こっちに残さない。左にしっかり体重かけて。1。はい、ドン。2。ドン。3。体が倒れないように、まっすぐ。4。アップ。ダウン。5。ふー、6、ラスト。はい、オッケー。ナイス。股関節の使い方がちょっと気になるかな。うん。それは今の2つの動きで結構改善されるから、どこを意識して足をつくのかで、まあ走ったりするときの体の楽さも全然変わってくるから、その走る前とかにちょっとこう意識して動かしてあげると、結構、ランニングも楽になるかなっていう感じがあります。OK。で、最後、最近恒例になってるんですけど、3分間の、耐久トレーニングをやります。20秒、3回やって、これを3セット。で、やることは3つ。1つ目は、この状態で、ちょっとお尻下げる。肘つきで、お尻下げて、上げて、下げて、上げて。そう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 。そう。これで20秒やって、で、足上げて、ダウン。20度ぐらい下げて、戻す。20度ぐらい下げて、戻す。ずっと下腹。そうそうそう。で、最後は、この状態で、ちょっとこう。そう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 。これ3回。20秒。OK。じゃあ、行きましょう。行きまーす。5秒前。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、
はい、スタート。下げて、上げて、繰り返して、1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 、
3、4、5、1、はい、になって、足上げて、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、そう、1、1、で、伸ばして、そう、タック式、はい、これで、ゴー、ゴー、はい、これで、1、1、1、1、いいね、ゴー、はい、ゴー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 、はい、これで、1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 、
動いて、ゴー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 、えい、ファイト、はい、最後で1、1、1、ふ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 
ふふ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 ふ、はい、オッケー。ナイス。はい、お疲れ様でした。コンプリートです。やばい。ちょっとだいぶ。レベルを少しワンランク増えてやったんだけど、コジリビングがすごい痛いわ。そうね、それはもうそうだね、確かに俺も下見てて思った、ちょっと痛いわ。ありがとう、率直な感想ありがとうございます。いい感じだ。じゃちょっと最後ストレッチをしていきましょう。こんな感じで手をついてお尻を引きます。で両手を膝の上に乗せてから前に沿わせていって、ぐーっと伸ばします。OK、じゃあ足開いて、お尻後ろに手をついて、引く。で、やけど開いて、右手を左のつま先に向けてぐるっと持ってきます。呼吸を止めないようにしましょう。はい、反対です。はい、OK です。右足の方伸ばして、伸ばして、
左足に乗っける。で、右のかかとを引いて、そう、まっすぐ引いて、手を後ろについて、お尻引いて、でもし、この状態で伸びが悪かったら、今、山田の横にある壁を使って、足かけて、壁にお尻に近づければ、このまま寝た状態で、お尻がめちゃめちゃ伸びます。そうそうそう。めっちゃでいいよ。もう頭つけていいよ。そう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 。軽く床を、あの、壁を押せば。OK。今度反対行こう。そのまま。そうそうそう。最高。寝ながらやった方がね、脱力できるんで、より伸びます。呼吸しながら。で、プラスさっきの開脚も、お尻を壁側につけて、こうやって伸ばしてあげると、ほうほう、重力に対して、こう重力がかかって勝手に伸びてくれるから、ほう、気持ちいいぐらいに止めて、ゆっくり。で、自分の高さとか、どのぐらいの上とかも結構、なんか記録になるから、そんなのをやってあげるといいかなと思います。はい。はい。今日も朝からありがとうございます。ゴールデンウィークとか。5月6日、ぜひ参加待ってるんで。頑張ります。あの、としろに負けないように。あ、そう。MVP としろだから、はい。あの、としろは絶対参加すると思うんで。わかりました。あの、チーム対抗戦をちょっと考えてるから、みんなに参加して、半分強制参加みたいな。ああ、わかった。楽しんでもらえると思いますんで、お願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、今日ランニングなどありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。